ザ・ホワイトドア4日目。前回まででなんかねロバートがなんか変な先生たちに囲まれとったのに、今一人をね、なんか前さめちゃくちゃ囲まれとった時にドン引きやったよね。でこの茶色いの何、茶色いのこれなんかシミできたん、ストレスか。今日も同じようにルーティンしましょうね。多分トイレ流してないけん、トイレほらロバートは基本的に流さない子やから、やけん彼女に振られてしもて。これって取れる、ちょっと気になるわ顔の、それ取れる、なんでそんな汚なってんの顔、なんかシミいっぱいついてるやろ、そんな顔キュッキュッキュッキュ言うかな。ちょっとあんま擦らん方がいいで、肌に悪い。もういい、ちょっともうやめて、ちょっと おしまい。あ、取れた。ってことは汚れやったんかな。ブラシ。あの口も磨いて、何があったんだね。めちゃくちゃ汚かったよ、顔。何があったんだ。じゃあご飯食べよう。今日のご飯は、あ、今日ネズミいないね。なんか、前ね、ネズミがいて、ネズミがこのドーナツを食べ、あ、そう、そう、なんかネズミがドーナツを食べたたんに、ネズミが死んだよね。半分以上食べてしまったけど大丈夫かな。またドーナツ？ね、好きやけんってね、お母さんじゃないやけん。お母さんって一回このご飯好きやなって言ったらめちゃくちゃ作り出すやん。一番の好物家であるように作り始めるけん、それと同じや。で、何するんやっけ？診察。診察もないやけど、あの、なんか鳥とおじさんが気になるとこある。雨降ってる。はい、バー。俺も自由になりたい。自由になろうな、ロバート。これ何？こんなんあったっけ？まあいいや。診察。うずー。なんかさ、めっちゃ集まってませんでした、姉さん、この前。ボブ？こんにちは。え？ボブ？え、待って、僕ボブやっけ？姿が見れ、ちょっと待って、僕ボブやっけ？確かロバート・ヒルって名前なのね。ロバート・ヒル。ボブの要素、まあ、ここ、ロバートの O と B を一生懸命組み合わせればボブにはなるけど、え、元彼とかと間違えてんねんかな。やめてよ。元彼と僕は違う人間やから。ボブ、こんにちは。姿が見れてよかった。あなたの患者番号は何ですか？患者番号。患者番号？ちょっと待ってください。これか、もしかして。患者番号。待って、状態反抗的になってない？え、なんで？反抗別にしてないやんか。なんでそんなこと。患者番号。どこに患者番号書いてあるんやろ。これは確か、会社から持ってきたやつやもんね。これ何このマーク。患者番号？患者番号書いてましたっけ？これか？え、でもこれは会社のやしな。あ、これか？ロバート・ヒル。ボブではないよな。リエンテ H1931。1よね、多分。H1931。あ、わからん。ちょっとメモするわ。H1931RL。レイクも書いとこう。めちゃくちゃ大事そう。OK。何でも聞けない。何でも聞け、ボブに。あなたの患者番号は H1931RL。 ローラが亡くなったのは何日ですか？え？ローラは多分僕の元カノなんやね。元カノがなんかテレビ見てたらニュースで死んでましたっていうのを聞いたけん。でもそんな情報僕知らない。テレビないもん。亡くなって、シモタンはいつやろか。あ、これさ、レイク、あれ思っとったんとちゃう。あ、見れるな、これ。これ私が前やったんと全然ちゃうぞ。私満足しとるって言ったし、夢の中でも肯定的って答えたし、魚釣りは嫌いって言ったはずやで。あ、あった。オクトーバー、
12、オクトーバー12、10月12、改めてお悔やみ申し上げます。この人がさ、なんか家でおった時に植木鉢持ってきた姉さんよね。クソダサいセーター着てんなって言った人やんな。最後にもう一つ質問があります。ここに滞在していたいですか？え、でもなんかいいとこやね、いいとこですよっていうのは言いたいんやけど、すごく優しくしてくれるしいいとこなんやけど、あの個人的には娯楽が一番気になっているので、ノーコメントでお願いします。忘れないでください。私はあなたを助けているんです。え、でも名前間違えてるしな。記憶トレーニングのお時間です。これいつも違うんよな。テスト始めますか？はい。え、え、何これ。あ、何があるかってこと。ここはね、ドーナツがあるよってことじゃない、多分。ここにはドーナツがございます。ここは何もないよ。箱がある。そこには植木鉢がある。そこはなんかよくわからんフレームがある。そこ窓。あ、鳥。 OK。 え、何これ。え、そういえば最近さ、ご飯何がいいって聞いてくれんのやけど。違う、こっち。え、何急に。え、なんかパセリみたいなの入ってる。え、どうしたいんこれ。ファンタで、お薬を飲む。お気に入りのドリンクだ。あ、そうだよ。なんかごめんな、変な感じに言ってしまって。なんかロバートの好きなもん否定してしまった感じがするけん、一度謝っとくな。ごめんね。あ、娯楽の時間です。でも今回なんか最初は筋トレ、ダンベル来て、その後卓球が来たよな。そろそろ、まあ、パズルも来たけど、そろそろ何これ。え、娯楽って意味知ってる？オープンボタンでデバイス、引く縦で、オープンウォレットクローゼット。まず1、トイレを開けると。トイレを開ける、あかんぞ。で、2位がボタンを引く縦にする。ちょっと言ってくる。引く縦。引く。あ、違う。引く縦。え？ここだけ動く。ここだけ動くけど。え？次。3。上下。ウシヒミバエンタ。緊急リブート。ログイン。名前を選択してください。え、シーアダム、アリス、クラーク、ゴンザレス、ハーン、グラント、リー、ジェームス、ジョンソン、ウォークター、ホワイト、オー。え、どれ。え、じゃあなんかジーパン好きそうなリーで。え、ここから脱出しなくちゃ。ロバートはじゃあ出たいんやね。わかった、頑張る。でも流すことしかできんね、僕には。わかった、これ。ここをまず動かして、こっちにつないでる、こっちに動かす。そしたらここに来る、ここに来る、ここに。ちょっと待って、嘘、隠れて。やばいよ。
オリエンテーションしてただけなの、来ないで、帰って、今すぐ帰って。なんかあったんですか？なんかブブ言ってますけど。ヒルさん、はい、何をしてるんですか？いや、なんかわかんないです。なんか娯楽の時間を楽しんでただけなんですけど。室内のものを壊さないでください。バカな振る舞いはやめてください。まさかバカって言われると思わんやんが、やめてよ。決められたことだけをしてください。やけん娯楽してただけやのに。動いたんやけど。あっ、ちょっと何これ。やばい、また物壊しちゃった。隠れて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 。だって娯楽んとこに買い取ったやん。壊れた、もう動かせ。何があったんですか？また今日なんか騒がしいですね。ヒルさん、落ち着きなさい。これは最後の警告です。これ以上私の手を煩わせないでください。あ、なんか音してる。何やったんあいつ。誰これ。ジェイ・グラント。何この顔。ジェイ・グラント、なんかこいつもなんか顎からちょろんと出てるの。ジェイ・グラント、ジェイ・グラントで、なんかロックみたいなやつじゃなかった。ジェイ・グラントロック、 LOCK LOCK LO LOCK ロック。あ、メッセージを選択してください。ようこそ1969年12月26日、ドクター・グラント、我々のチームへようこそ。不明な点は何でもお尋ねください。よろしくお願いします。委員長。ヒル。1972年8月12日。でも私のことよね。ドクター・グラント、ヒル氏は最も重要な患者です。我が毎日ちゃんとプログラムに沿って行動しているか確認してください。彼の記憶は、この組織にとって非常に価値あるものです。よろしくお願いします。なんか隠しメッセージみたいなのない？下の方、好きですみたいな。一番下に好きですとかないかな。めちゃくちゃ改行してさ、最後の最後に好きですとか書いてないかな。じゃあパスワード変更。ジム、新しいヘアカットすごくいいわね。ジム、私のパスワードをホープに変更してくれる？よろしく、ドクターアダム。アダムホープ、アダムホープ、アダムホープ。ホープ。お願い。1972年7月19日。キャサリン、アクセスコードをなくしてしまったみたい。確か昼の書類に書いた気がする。悪いけど確認してくれる？よろしく。アクセスコード、あ、ハリー・ポーター。これか？ハリーがレイクか？キャサリン。キャサリンが、え？違う。キャサリンが私。ハリーってあったっけ？ん？これか？ハリーか？ハリー。は、入れた。ヒルの手術。1972年8月15日、ドクター・リー、今夜の手術の準備が全て整っているといいのですが、ヒル氏の記憶をつなぎ合わせる間、彼が目を覚まさないようにしてください。手順は分かっていますよね。8月15日、今日って、あ、やっぱ前のなんか、医者に囲まれとる日が手術の日やったんか。例の出来事。1972年8月17、ドクター・リー、昨夜起こったことは耳に入っています。幸運なことに記憶は墜落しませんでした。夢を見ている間に患者が目を覚ますと、手術が台無しになる可能性があります。次回の手術は滞りなく運ぶように、
慎重に進めてください。起きたんバレたってことか。戸棚のアクセス。T ニコニコ T 何これ。まあなんとなく覚えましたね。これとニコニコの逆、ニコニコの逆、ニコニコの、ん？あ、いたぞ。いや、いちゃいちゃい。何これ？いっぱいあるやんか。丸を、あ、こうか。なんか真ん中のこの隙間に入るものを合わせていったらいいんか。こうか。こうで、こう。いつもの娯楽より楽しいぞ。こう。で、緑になった。これでももう一個、この辺もつけないかんってことか。わーん。合ってないわ。なんかクレーマーの男合っとるやないかって言おうとしたけど、合ってないわ。黄色？いいんかな、黄色で。あ、でも、アイドルっぽいよね、これで。これでつけれる？あれ？どういう状況？映り悪い。なんか元カノとロバートよね。あ、なんか窓の外におったよね、このおっさん。震えてたおじさんよね。と、マンション。ロバートの住んでたマンション。で、ちょっと振られたロバートとオールネスト、思い出の場所ですね。何これ。拳銃とカラス、不穏、フューチャリング、不穏。誰？こればっかやんか。そろそろ本気で怒られるんちゃいます？大丈夫大丈夫大丈夫、ロバート大丈夫よ、ついてるよ。怒られても大丈夫ってちゃんと慰めてあげる。何があったんですか？なんか今日なんかうるさくないですか？ヒルさん、あなたは度を超えた行動を取りました。他に選択の余地がありません。鎮静剤を打ちます。え、3まで数えてください。1 2 5。冗談通じないですね。1 2 3。ロバート、ロバート、ロバート。湖の女性。There I was. 俺がいた。少なくとも俺の残骸だ。どういうこと？これ俺の残骸？おっさんと話してんの？何それ？ I ordered another drink. 飲み物をもう一杯注文した。一杯。はい。もう一杯。The barman was a strange fellow. バーテンダーは変なやつだった。Any money left? お金は持ってますか？なんでそんなこと聞くん？持っとるん決まっとるやろ。I took my wallet. 俺は財布を出した。ふふ。マスター、クイズをしよう。この財布はどこのブランドでしょうか？レベル1。はい。レベル2。レベル3。はい。7, please.7ください。Don't have any change. お釣りはありませんから。7、7ください。7。これ1でいいの？ 7。はい。はい。1じゃなかったらしいな、これは。7。何言ってんの？これ10やろ？これ10はあげれんわ。多すぎる。お釣りないから。で、5。5、でも7。7じゃないのこれ。何してんの？はい、持っていきや。はい。
There you go, sir. どうぞ。あ、ブラッディマリーです。さっき食べてたやつやんか、これ。シュン。はい。パセリ付き。I took a sip. 一口飲んだ。違う、セロリ付き。パセリは。沈むな。よしよし。He looked at me. バーテンダーが俺を見た。What do you have on your mind? 気にかかってることがあるんですか？気にかかってること？読めへん。俺は写真を取り出した。そして広げた。Dear Bob, as you know, I have not been feeling well for a while now. I will be staying here because of you.どうやって言う？あ、うんうんうん。え、僕ボブやったん？え、じゃあロバートって誰？男っていうのはいつも女に振り回される生き物なんでしょうな。何言ってんの？俺はグラスを置いた。まあ逆もしかりやで。女も振り回すし男も振り回す。それはその人の差が。解決策があります。でも無料ではありません。That would be 18. はあ？高い。ブラッディマリーより高いやないか。18? え、この可愛いお札出さないかんの。10? なんで高い？めっちゃブラッディマリー飲めるやんか。え？ You know what to do, Mr. Hill. やるべきことは分かってますね、ヒルさん。ってことは、え、でも今ヒルって言ってるよね。ロバート・ヒルやもんね、ボブじゃないもんね。え、しかもさっきテレビに拳銃映ってたってこと、やっぱりロバートが。俺は躊躇した。Suddenly, 突然カーテンが開いた。ん？ん？歌ってるな。ちょっと誰？ミーシャか。ではないな。女性が歌い始めた。ありったけの声で。マイク位置絶対間違ってるよ、ここ。マイク待って。私のマイクも高い。低い。高い高い、低い高い。何してんの？黙ったんやけど、はい。何これ？どういうことってこれ。そんな自分の歌を具現化できるん、ジャイアンであるまいし、声塊やんか、こんなもん。ちょっと待って待って待って、歌いすぎ、もう少しバラードにしてもるぜ。こんなラッパーのごとく音符出されても困る。ちょっと待って待って、韻踏んでる。ちょっと待って、え、これとこれ説明少ないよ。え、何？なんかこう音符違うとこある？あ、同じ向きのってこと？本当にやるのか、あの女は。5日目。撃った？待って、部屋変わってね。